はい、お疲れ様です。お疲れ様です。スイッチ切り替えていきましょう。今、ホワイトブラックの、期間限定ワンマン終わって打ち上げ最中でございます。ちょっと中映せませんけど、はい。終わったね。終わりましたね。どうでしたから入っていいんですか。今日、はい、17曲、はい、このボリュームは、はい、12年ぶり。でも今日一応90分ステージやったんですね。でもね、誰かから聞いたら100分ぐらいやってたっぽい。あ、本当ですか、うん、でも1時間40分ぐらいやってたっぽい。そうとは思えへんぐらいのボリューム感あったと思いますけどね。なんかやっぱりこう、やっぱ達也さん決めるとき決めるなっていう。これでもな、はい、さっきみんなとも言ってたけど、はい、まあもうこれはもう終わってから言うことちゃうけど、なんかこう前半、はい、ちょっとモニタリングに苦戦したんよな。最初の方結構歌が荒かったよね。で中盤ぐらいからだん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 、まあそうですよね。なんかそうですよ。違うんです。お前捕まえに警察来た。なんかうるさいな。10年前を思い出すというか、打ち上げが盛り上がってるな、ね、ここバーなんですけどね。完全にちょっと居酒屋スタイルになってますね。でも俺ね、嬉しい。そらアークリューの時って、はい、キャパの制限があったから。そうですね、まあ、お客さん優先で入れて。そうですね、関係者はあんまり、連れと仲間もこう呼べへんから、今日はもう結構自分見てほしい人結構読んで、そのまま今打ち上げて。そうですよね、僕も懐かしい人にも結構会えましたしね。嬉しい。はい、なんか最後までなんか人に恵まれてる感じがして。今日のワンマンのタイトル、アンサー、うん、あの MC ちょっと長かった。いや、僕はね、なんていうかな、すごいなんかその大人のアーティストの話を聞けたっていう。なんだそれ、なんだそれ。いや、もうなんかそのアンサーっていうものにたどり着いていくんですよ、ライブが。わかります？分かんない。セットリストの流れで、ね、なんかこれなんていうんですかね、僕ってこう前から達也さんに言ってますけど、なんかこうローディーであり、うん、なんか一ファンであるみたいなところすごい強いじゃないですか、うん、ホワイトブラックがすごい好きで、曲も好きで、メンバーも好きで、達也さんも大好きで、もう ホワイトブラックがすごい好きっていう中生きてきて、なんかやっぱり12年前と全く同じ感想を持ったのが、1曲目から始まっていくじゃないですか、うん、がその1曲がもう思い出になるんですよ。もうもしかしたら聴けることのない可能性だってあるわけじゃないですか。だから1曲1曲の重さがね、すごい伝わるんですよ。最後翼とかどうやった？やっぱりね、噛み締めますよね、歌詞を。なんか僕その達也さんの書く歌詞、その歌詞に載せるメロディーにすごい惹かれてるところがあるんですよね。もうホワイトブラックもしかり、そのヌードセブンもしかりっていう感じなんですけど、この歌詞の意味を大事にするようになってきたというか。捕まえに来たぞ。てーちゃんを捕まえに来たぞ。俺的には最後の最後のライブで歌いたい、はい、撮ってたんや、はい、今日まで。で俺あの曲すごい好きやから、はい、なんかこう歌いながらやっぱり芸術会館の時のことを思い出せ。今日ショベルで
あれ歌ってて、やっぱなんかこう思い出した、ね、やっぱそこが音楽のすごいところ。そうですよね。僕はあのしばらく現場にも出てこなかった時期間もあったんで、なんかその例えばそのアンコール一つ、お客さんがそのアンコールって言ってたりとか、灰色の勲章 の, あのみんなで合唱する部分がやっぱもうこの1年の中でやっぱ一番じゃないですか。もうねブワーですよ、もうもう涙腺緩みまくって、なんかそのお客さんでも泣いてる人おった。いやもう翼の時こうピー入れてくださいね。いや入れへんよピー入れてください、絶対ピー入れてください、うん、僕の隣で泣いてましたもん。おほんま、はい、その翼の時にもうずっとこうしました。はい、熱かったんちゃう汗っすかこれまあまあでも嬉しいけど、はい、今日な、11、はい、打ち上げにライブに来てくれ、はい、11で、ちょうど現役のホワイトブラックが、はい、アメとロウソクをやりだしたぐらいの時に、はい、11ってサポートを叩いてる。ああそうですよね。でさっき打ち上げ、はい、始まる前に、はい、今日アメとロウソクやった時に自分がサポートで叩いてる時を思い出して、はい、すごい感動しました。そこが音楽のええとこやそうですよね。なんか音楽ってこう写真と一緒やん、はい、残るやん。その時のこういろんなことを思い出すやん。そこがなんかな、ね、俺 MC でも言うたけど12年前に、はい、本当ホワイトブラックの扉を閉じてな、で今回期間限定で扉開けてまたこう始めたやん。で最初はこういうことをしたいみたいな理由とかがあってライブをずっとやっててんけど、だんだんこう歌の魅力っていうかさ、歌にやっぱりもう一回自分がこう向き合う機会があってさ、でやっぱ奥が深いからさ、こう自分がこうまず第一段階で目標としてるところがあってさ、あなんかやっと前ぐらい戻ったなって思って扉を開けて、また次のこう道のりがあってさ、もっとこういう風になりたいなりたいって思って、でまたそこにたどり着いたとして扉を開けたらまた次の道があって、やっぱ音楽とか歌ってさもう無限やん、はい、答えなんか出えへんものやん。そうですね。でもなんかこう俺の中にも一つこじつけじゃないけど、もし答えを出すとしたら歌は続けようって、うん、今回の1年で思う。それが達也さんのアンサー。そうやな、バンドじゃなくて俺のアンサーになるけど思うんですよ。この1年を振り返ったじゃないんですけど、その12年前に1回閉じた扉と12年ぶりに再び開けた扉はやっぱもう全然見えてるもんは違ったんですかね。質問の意味が分かる。だから12年前に一回扉を閉じるわけじゃないですか、うん、で12年経ってその扉をもう一回開けるわけですよ、うん、その時に見えたその景色やったりとか、カットしましょうか言い方を変えるお、雄大来たの。え、大丈夫なんですか。大丈夫だよ。YouTube 撮ってる。 YouTube 撮ってる。雄大だけやんぞ、ほんま結成の時から全部お疲れ様です。病気することもなくコロナにもならず、はい、あ雄大さんやっぱ身長が高いですね。ああ大丈夫大丈夫。これはあれやね、雄大に誕生日にもらった、はい、ジャック・ダニエルの、はい、行く、うん、え、もう行く。わかったわかった。ありがとうございます。まだゆっくり。お疲れ様でした。またな。お疲れ様です。すいません。お疲れ様です。ありがとうございます。気をつけてな。お疲れ様です。撮影するにしますここカットせえへん。まあ、こういうのもね。
いや、雄大さんお疲れ様でした、本当に。本当、雄大。12年前に解散して、俺らが5年やってたから、17年前から、はい、俺と雄大だけ病欠もせず、はいはいはい、全部のライブで、ライブはオリジナルメンバー、ライブはね、何よ、ライブはね、風ぐらい引きますよってことですか。違う違う、じゃあ1回だけ、その、何よ、僕らは岡山で。しかもそれは達也さん、まあまあ、インスタ一日店長、しかもあの時あれですよ、僕彩りやってて、うん、彩りの車に乗ってくる予定だったんですよ。ああ、そうやったっけ。そうで、そんなんがあって、そう言うんですよ。せっかく無欠やって言ってんのに。ライブは無欠、ライブは無欠だって。あん時も僕、え、マジでこれ次のその前の日がインストアで、翌日がクレママですよね。そう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 、ライブやって、150人ソールドした。そうですよね。え、ライブでけんのみたいな状態やったから、その時。まあでも俺らは俺らのやるべきことをやるしかないやで行って、なんかその一日店長みたいなのやって、はい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 、達也さん大丈夫かな、うん、やっぱりな。でもあれですよね、覚えてます、昔、うん、僕とか雄大さんとか、その当時のクローミュージックのいろんなメンバーとかで、うん、海に行こうって言ったんですよ、うん、京都の北の方の日本海に。その時達也さんも来る予定やったんですけど、あったなー。でもライブ関係ないやな。あの時達也さんがベッドで寝てるのを自撮りして、今日ごめんな、ライブ関係ないやん。関係ないやん、ただの遊び。だから本当の意味でもう全てのホワイトブラックの、はい、そのスケジュール、プライベートもオフィシャルも全部含めて全部解禁したのは俺だ。まあでもまあな、よかった。なんかこう、まあ終わりが良かったかは分からんけどな、人もいっぱい入ったし。そうですよね。だから泣いてる人も最後だし、泣いとったもんね。ああ。僕の右隣にいたんですよ。で、それこそ翼さんの時、翼さんの時もずっとずっとこう。なんかさ、別にまあやってる時にさ、誰かを泣かそうっていうそのテンションではやってへんやんか。でも聞いて思うところがあって、そうやってなんかまあ感情に出るっていうのはやっぱ嬉しいよね。そんだけそのやってることがその瞬間に響いたっていう、音楽のすごい、うん、僕はそれこそ20周年にやった時の翼って、うん、もう裏で達也さんのスタンバイなんですよ。ああ、サプライズの。そうやったな。友蔵さんとかと。そうやライブ、ホワイトブラックのライブなんか見れず。で、で、あの楽屋のモニターで見るしかなくて。だからもう、ちゃんと聞いたの僕も12年ぶりですよ。もう12年間の、絵と一周してるんですよ。ねえ。そう考えたらすごくないですか？今日俺のっていうか、俺と雄大とショーが裏で言ってたのが、はい、俺のな、はい、今日の目標はジュラを泣かすから。すごいじゃないですか。そのまあちょっと前に、はい、そのジュラがどうやら涙もろいらしいっていう情報を仕入れて、はい、でなんか今回その10月今日で終わるっていうのが結構なんかまあ気持ち的に寂しいみたいなのがあって、まあ前にやったどっかのライブの時にちょっと泣きそうになってたらしいっていう話を聞いて、じゃあ今日はちょっと裏テーマでジュラ泣かせようか。いい裏テーマでしたね、うん、だってあいつすごい頑張ってくれてる。でもまあよかった。実はね、もしかしたら次のライブも決まるかもしれない。それがアンサーってことですよね。それがアンサーですか。たっちゃんは今日のやめへんで。アンサーは、はい、俺が本当はちゃんとしたテーマというか、はい、意味が手当たってんけど、
っぱり歌を歌っていくうちになんか自分と向き合うようになって、あ、俺歌続けようって、コンスタントに続けようって思ったのが、はい、まあ、俺個人のアンサーだけど。今日のライブで雄大さんのアンサーは見つかったんですか？あんまりそんなこと考えてなかった。あ、雨とろうそくの出だしどうやった？ブレイクした後の。ああ、よかったろ。さすが、やろうと思って、ね、あの雨とろうそくの、あの落ちサビのとこあるやん、はい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 、落ちサビから戻っルイさんは、ね、今来られて、うんうん、一番奥に座らそうか、順位変えたところに、ちょっとだけ待ってもらって、そう、あの雨とろうそくの落ちサビのところで結構ちょっとなんか気持ちが入るから、うん、次落ちサビが終わっていないこの気持ちっていうところが、そのスタジオとか、まあ今過去のライブとかでもワンテンポ遅れることがちょこちょこあったりとかしてて、でこいつがあそこどうすかって言うてるよね。あそこどうすか、ユダイさん今度言わんとあったんすよ。そうやな、で俺がわかった、あのなんかもっと細かくカウントを入れるとなんかそう俺の、はいはいはい、俺が歌いやすいようにしましょうかって言うてんけど、はい、そんなんな絶対もう、じゃあ分かった、本番で俺がもし決めたらどうするみたいな、はいはいはい、で、どうでした、大丈夫でした、やっぱもう社長は決めるときは決める男なんで、いやいや誰分かってるよそんなの、俺が言ったことに対してはなんやこいつみたいな。まあでもまあ分かった、俺はでも笑うっていうのが一番好きやな、はい、聞いてた、聞きましたよ。俺がカレーライスが好きとかな、はい、歌が好きとか、はい、音楽が好きとかいろいろ言うてるけど、はい、俺が一番好きなのは笑うことや、はい、で笑う、俺が笑うことって言ったら仲間と遊んでたりライブやったりお酒飲んでたりやから、はい、なんかもう総じてやっぱり最後みんなで笑えることが良かった、まあ、それは音楽という手段を使ってお酒という手段を使ってやけど、みんないっぱい集まってくれて、そうですよね、笑ってるっていうところが一番好き、これは俺の中で一番笑うっていうのその達也さんがたどり着いた一つのアンサーにこうまたみんなでこうやってね笑える日が来るっていう、まあ、ね、これも一つのアンサーやと思うんですよ。お前今、まあ、自分で言いながらうまいこと言うてるって思ってるやん。握手しましょう。握手しましょう。まあそんな感じだね。はい、まだ打ち上げ中でございます、はいはい、まだまだ宴は続きますので、はい、今日は本当お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあこのチャンネルが面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と、よろしければグッドボタンもよろしくお願いします。はい、それでは今日はこの辺でさよなら。